もう全部ね本当に切り抜きしてほしい。うん、今日募集しようかな、手書き切り抜き。うん、ちょっとチョコが体験したエピソードあるんですけど、ちょっと書いてもらえませんか。うん、こんな可愛い一面があるんですつって、書いてくださいつって。うん、そう、ちょっと、うん、ショート動画であげたい、マジで可愛い一面がいっぱいあるんだよ。書いていただける神絵師の方いらっしゃいませんかつって、手が早い。方ご協力いただけませんかつって、専属かな。やばい、専属になってくれならなってくれた方がマジでいい。全然専属で依頼したいよ、チョコは。可愛いんだよ、ホロメンの可愛いとこいっぱいあるんだよ。書いてくれって思って、いや、なんかさ、自分でさ切り抜き上げてるからさ、なんか自分のチャンネルで上げたいのかなと思って、なんかなかなかお声掛けするのをためらってるんだけど、ああいうのって依頼していいのかな。そう、ちょっとよく分かってなくてそこらへん、書いてくれって思うんだけど、そう、ちょっと今度勇気出して声かけてみようかな。可愛かった体験談を何個かメモしといて、これなんですけどつって、全然わかんないとこあったらもうチョコが語るんでつって、ちょっと募集してみようかな。これこういうのってなんて言って募集したらいいんだろう。手書き切り抜き書いてくれる方募集みたいな感じでいいのかな、伝わる。そう、なんかこういう募集ってさ、どうやってさ言ったら伝わるのかなって分かんなくてさ、そう、なんて言ったらクリエイターさんに伝わるんだろうって思って、マジで可愛いエピソードいっぱいあるから、ちょっとチョコは広めていきたい。体験、この可愛い体験談をじゃマネちゃんに相談してみよう。募集していいっすかつって。チョコは広めたいっつって。